はい、吉田孝代です。先日から続いているマクロビオティックの5回、3回目です。では、前回は、自分自身が健康でいい状態でないと、周りとの協調性であったり、自分との調和が取れないから、イライラしたり、落ち込んだり、いろんなことが起きますよという話をしたかと思います。で、今回は、さらに、ちょっと自分のことに特化して考えてみたいと思うんですけれども、皆さんね、食べ過ぎたりとかすると、もうお腹いっぱいってなって、もう何もする気が起こらなかったりとか、もう眠たくなっちゃって、もうなんか何もできないってなったりしないですかね。そんな風に、やっぱりこう、胃腸に負担がかかっていると、脳にも血液がいかないですし、いろんなことを考えるのがもう億劫にもなるし、行動自体も制限されますよね。体を動かすのもしんどくなりますよね。うん。そんな風に、やっぱりこう、体全体を見てみないと、その人自体を、どう動かすかとか、例えば自分が、今日はこういうことがあるから、そのために今日はこんなものを食べようっていう選択肢が成立しないかと思うんですね。うん、ちょっと日本語変ですね。こういうふうなことがしたいから、だからこういう食べ物にしておこうっていうことができたら、とても便利かなと思います。で、反対にそれをしなかったら、コントロールを自分ができなくないかなと思うんですよね。ノーコントロールな状態で、あ、今日もできなかったっていうんじゃなくて、自分のことをよく知って、ここまで食べたら食べ過ぎなんだなとか、こういったものは自分が結構しんどいんだなとかっていうことが分かっていると、自分をどういうふうに扱っていっていいかっていうのが分かりやすいかなと思うんですね。なので、マクロビオティックでその食に特化しているのは、自分の体を整え方が分かりますよっていう意味で食を整えましょうって言ってるだけで、何を食べてもいい、何を食べてはいけないっていうのは全くないんですよ。一切ないんですね。で、それを言うとみんな、って言うんですよ。お肉食べちゃいけないんじゃないですかとかって言われるんですけど、じゃあ例えば豚肉はこんな作用がありますよとか、牛肉はこういう作用がありますよとかっていうのがありますけれども、それ以外に食べてはいけないものっていうのは基本的にはないんですね。なので、何でも食べていいんです。で、ただその結果がどういうことになるかっていうことを知って、選択して食べた方が自分の未来に役立つよっていう観点で物事を見てるだけなんですね。なので、いいとか悪いじゃなくて、今あなたが欲しい未来にとって、その食べ物は適してますか、適してませんかっていう、それだけです。とてもシンプルですよね。何かそこに自分を、これを食べちゃった自分が悪いとかっていう自分のそういう感情に、照らし合わせてしまうから、結局、食べちゃった私がいけないとかって、なんてややこしくなってるだけなんですね。だからそういう誤解を取っ払ってもらって、自分が、じゃあ例えば明日は受験勉強、受験当日だとかってなりますよね。じゃあその時お腹いっぱいで今日もう夜寝れなくて朝もうゲーってなってる状態って好ましくないですよね。早く寝た方がいいし、早くご飯食べ終わった方がいいし、消化のいいものの方がいいですよね。うん。そんな、結局そこの延長線上だと思ってほしいです。それのもっと詳しくどんな作用があるかっていうことを知るための一つのツールだっていうふうに思っておいてもらうと誤解が少し減るかなと思います。はい。では、また続きます。では次また4回目いきます。